壇の浦の戦いは、平安時代の末期の元略2年、樹影4年3月24日に、長渡国赤間関壇,壇の浦で行われた戦闘。映画を誇った平家が滅亡に至った、自称、樹影の乱の最後の戦いである。樹影2年7月、源義仲に攻められた兵士は、安徳天皇と三種の人儀を放じて、と落ちるが、その後の鎌倉政権の源の頼朝と義仲との、 対立に乗じて、摂津国福原まで復帰した。しかし、樹英3年、自称8年2月の一の谷の戦いで大敗を、喫して、海に逃れ、佐抜国屋島と長戸国彦島に拠点を置いた。鎌倉政権は、頼朝の弟の李よりに三万機を引き入させて、山陽道を進軍して、九州に渡り、兵士軍の背後を遮断する作戦を実行する。だが、 乗り寄り軍は、兵糧の不足と、優勢な水軍を有する兵士軍の抵抗によって、軍を進められなくなった。この状況を見た吉シは、後白川法王に、兵士追悼を願い許可を得るととの区下たちの反対を、押し切って、八島へ出撃した。元略2年、10影4年2月、吉シは、奇襲によって、八島を攻略。兵士総大将の平宗盛は、 安徳天皇を報じて会場へ逃れて、指導に立てこもったが、そこも、義経軍に追われ、瀬戸内海を転々とした後、彦島に寄った。一方、範頼軍は、兵糧と平戦の調達に成功して、九州に渡り、同地の兵士方を、足や裏の戦いで破り、兵士軍の背後の遮断に成功。兵士軍は、彦島に孤立してしまった。 鎌倉幕府編纂の歴史書である、あず鏡には、壇の浦の戦いについては、元略2年3月24日の上で、長戸国赤間関壇の浦の会場で山頂を、隔て船を向かわせて源平が、相戦う。兵器は500層を3点に分け、山賀終縁及び、松浦東羅を将軍となして、源氏に戦いを挑んだ。馬の時に及んで兵士は、敗北に傾きを終わった。 そのみ簡潔に書かれており、合戦の具体的な経過はわからない。そのため信憑性には、難があるものの、平家物語、原平清水記などの軍記物語をもとに、交換で信じられている合戦の経過を述べることになる。また、以下の経過は、大正時代に、国板勝美東京帝国大学教授が提唱して、以来、広く信じられている、潮流説に基づいている。 壇の裏の戦い戦況水図拡大彦島の兵士水軍を撃滅すべく、義経は、摂津国の渡辺水軍、伊予国の河野水軍、木の国の熊野水軍などを味方につけて840層で、松浦東100予想、山賀周縁300予想、兵士一門100予想の編成であった。宗盛の弟の智盛が大将として指揮を取ることになった。平家物語によれば、 友もは通常は、安徳天皇や兵士本営が置かれる大型の当選に兵を潜ませて、鎌倉方の兵船を引き寄せたところを包囲する作戦を立てていた。3月24日、攻め寄せる吉経軍水軍に対して、友も率いる兵士軍が彦島を出撃して、馬の時に関門海峡団の裏で両軍は衝突して合戦が始まった。 乗り寄り軍は三万余機を持って陸地に布陣して、兵士の大路を塞ぎ、騎士から東屋を追いかけて、吉経軍を支援した。平家物語によれば、和田義盛は馬に乗り投げさから沖に向けて、東屋を二丁三丁も追いかけたという。関門海峡は、潮の流れの変化が激しく、水軍の運用に長けた、兵士軍はこれを熟知しており、早い潮の流れに乗って、 散々に矢を追いかけて、海戦になれない、万道武者の義経軍を押した。義経軍は、万寿島、漢寿島のあたりにまで追いやられ、勢いに乗った、兵士軍は義経を打ち取ろうと攻めかかる。ここで不利を悟った義経が、敵戦の水手、舵取りをいるよう命じた、ともされ、ドラマや小説等では、この時代の海戦では、非戦闘員の水手、 カジ取りをいることは、戦の作法に反する行為だったが、義経はあえてその起きて破りを行って戦況が変化したとする描写がよく見られる。しかし、平家物語では義経は水手、カジ取りをいるよう命じる場面はなく、もはや大勢が消した、先定見投げの段階で、現氏の兵が兵士の船に乗り移り、水手や先導を射殺し、切り殺したと描かれている。また、 平家物語では、阿波重義の水軍三百層が寝返って、兵士軍の当選の計略を義経に告げ、とももりの作戦は失敗し、兵士の敗北は決定的になったとする。東鏡によれば、阿波重義は合戦後の捕虜に含まれており、実情は不明である。やがて潮の流れが反転し、義経軍は乗じて猛攻撃を仕掛けた。兵士の戦隊は、 海乱状態になり、やがて勝敗は決した。平家物語は、敗北を悟った、平氏一門の武将たち、女性たちや幼い安徳天皇が次々に、自殺してゆく、壮絶な平家一門滅亡の光景を描写する。友森は、県令門院やニイニイラの乗る、女船に乗り移ると、見苦しいものを取り清めたまえと自ら掃除をして回る。口にを聞く女官たちには、 これから珍しいあずま男をごろうじられますぞと笑った。ごろうじる、目にするとは、成功するの遠曲表現である。つまり彼女たちはこれから、源氏の兵に領辱されるから、その前に自害せよと示唆した。これを聞いた2位には死を決意して、幼い安徳天皇を抱き寄せ、封建を腰に刺し、真事を抱えた。安徳天皇が、どこへ連れて行くの、と仰ぎ見れば、2位には、 三田の浄土へ参りましょう。波の下にもとがございますよと答えて、安徳天皇と共に海に身を投じた。あずま鏡によると、二位にが封建と真事をもって、受水、あぜちのつぼねが、安徳天皇を抱いて受水したとある。続いて、県令門院ら兵士一門の女たちも次々と、海に身を投げる。武将たちも覚悟を定め、乗りは受水。 つねもりは一旦陸地に上がって出家してから帰り海に押した。すけもり、ありもり、ゆきもも受水している。総水むねもも、着難の清胸と受水するが、命を惜しんで浮かび上がり水源が達者なために、泳ぎ回っていたところを、吉爪軍に捕らえられた。このなものであるのりつねは、奇心のごとく、戦い万道武者を多数撃つが、とももがすでに勝敗は決したから罪作りなことは、 するなと伝えた。乗りズは、ならば、敵の大将の義経を道連れにせんと欲し,し、ヨシツの船を見つけて、これに乗り移った。乗りズネは、粉ぎなたを持って、組みかからんと挑むが、義経はゆらりと飛び上がると、船から船へと飛び移り、発想かなたへ飛び去ってしまった。義経の、発想飛びである。義経を取り逃がした乗りズに大力で知られる。 秋太郎が打ち取って、手柄にしようと同じく大力の者二人と組みかかった。つねは数と海に蹴り落とすと、二人を組みかかえたまま、海に飛び込んだ。平家物語に描かれた、平氏随一の猛将として知られ、八島の戦い、壇の裏の戦いで義経を苦しめたつねの最後だが、あずま鏡にはつねはこれ以前の一の谷の戦いで、討ち死にしているという記述がある。 しかし、第五座圧時期には、壇の裏で没した人物の一人として、のりつめの名が挙げられている。とももりは、見届けねばならぬことは見届けたとつぶやくと、鎧に漁を着て、乳兄弟の平家長と共に受水した。猿の国には、兵士一門の多くが死ぬか捕らえられ、戦いは終結した。壇の裏で沈んだ、兵士の亡霊を描いた、歌川国吉による浮世絵。 左には亡霊にまとわりつかれている平家ガニが、右にはなぎなたを持った平とももりが描かれている。受水した、剣霊門院は助け上げられ、内守所と神事は回収されたが、二位にと共に受水した安徳天皇は放御し、宝剣も海に没した。安徳天皇の異母帝の森貞親王は救出された。兵士一門の内宗森、清宗、それに平家と行動を共にしていた。 平野時忠、平治味、平信元、藤原忠明といった帝臣、農園、善臣、吉弘、忠司会、行命といった僧侶、平聖国、平森住、源木忠司らの武将、大納言天寺、卒天寺、寺武教局、安全地局らの女房が捕虜となっている。吉常は、賢礼門院と森貞神皇それに捕虜を連れて京へ戻り、乗りよりは、 九州に残って戦後の仕置きを行うことになった。義経は刑に外旋し、後白河法王はこれを称して義経とその配下の御家人たちを任官させた。これを知った頼朝は激怒して任官した者たちの東国への帰還を禁じる。さらに九州に残っていた梶原景時から頼朝へ平士伊藤の戦いの最中の義経の凶慢と戦後を訴える書状が届き、 義経が平の時ただの娘をめとったことも知らされ、頼朝を怒らせた。元略2年5月、命令に反して義経は、宗盛清胸節を護送する名目で、鎌倉へ向かうが、腰越で止められてしまう。宗盛森節の実が鎌倉へ送られ、頼朝と対面する。義経は、腰越状を書いて、頼朝へ許しを請うが、同年6月に、 宗盛府市と共に刑をい返されてしまう。宗盛、清宗府市は刑への帰還途上の大御国で斬首された。その後、義経と頼朝との対立が強まり、義経は、同年10月に、後白河法皇に創上して、頼朝追悼の戦時を出させて拒兵するが失敗。逆に追悼の戦時を出されて没落して、欧州藤原氏の元へ逃れるが、文治5年うう4月に、 平泉で殺された。合戦の地ほどなく、県令門院は出家し、大原に陰性した。森貞親王はすでに皇位への道は断たれており、後に出家している。平野時忠は、能登国へる罪となり、当地で死去した。時忠の子時真は義経に接近して、再起を図るが、義経の都落ちの際にはぐれて鎌倉方に捕らえられ、上ず国へる罪となった。 この戦いにより、兵士は25年にわたる、兵士政権の幕を閉じた。勝利を収めた聖は源氏の統領、源頼朝は、鎌倉に幕府を開き武家政権を確立させる。壇の裏の戦い関門海峡の潮の流れの変化が、壇の裏の戦いの勝敗を決したと信じられている。しかし、潮流に関しては、合戦について、簡潔にしか記していない、あずまには、 もちろん触れられていない。軍旗物語の平家物語では、文字関、壇の裏は、たぎり落ちる潮なれば、平家の船は潮にあって出てきたある。源氏の船は潮に向かって押されと記されており、平氏が追い潮、源氏が向かい潮で戦ったことは述べられているが、潮流が反転して、戦況を転換させたとまでの筋立てにはなっていない。現在知られる合戦への潮流の影響は、 大正3年に、国板勝見東京帝国大学教授が、著書、義敬伝で提唱した説である。合戦が行われた時間については、あずまは、馬の時に終わったと記しており、一方、関白、九条金金の日記である、玉葉には、馬の時に始まり、猿の時に終わったと記されている。国板勝見は、海軍水路部の原略2年3月24日の、 関門海峡の潮流の調査をもとに、午前8時30分に、西への潮流が東へ反転して、午前11時頃に、8ノットに達し、午後3時頃に、潮流は再び西へ反転することを明らかにし、合戦が行われた。時間帯は、玉洋の馬の時から、猿の時が正しく合戦は、午後に行われたとして、潮流が東向きだった。時間帯は兵士が優勢で、反転して、 西向きになって形勢が逆転して源氏が優勢になったとした。黒板、勝つの説は、弾の裏の戦いについて、初めて科学的な検証を行ったものであり、最も権威のあるものとして定説化して、広く信じられるようになった。小説、観光パンフレット類や、テレビドラマはもちろん、原平合戦を扱った、歴史関係書籍でもこの黒板説をもとに、 段の裏の戦いが記述されている。この黒板説については、近年になって反論が出され、海事史の金指正造博士は、潮流のコンピュータ解析を行い、合戦の行われた日は小潮流の時期で、八ノットという早い潮流はなく、また、大正時代に潮流を調査した場所は最も狭いはや、ともせであり、広い万寿島、漢寿島あたりの海域では、 潮流は1ノット以下であり、合戦に影響を与えるものではないとした。海上保安庁の潮流の調査に基づいても、早ともの瀬戸より、東側の合戦の行われた海域では1ノット以下という欠陥が出ている。船舶氏の石井賢治は、同じ潮流に乗っている船の相対速度は変わらないので、潮流は合戦には影響しないと述べている。 飯島由紀と東京商船大学名誉教授も、船同士の相対運動に潮流は関係ないとして、潮流説に否定的な見解を述べている。そもそも、鎌倉幕府による記録である、あず鏡の記述を否定すべきではなく、あず鏡の通り、合戦は午前に行われ馬の時に終わったとする説も根強い。 アズ鏡の壇の裏の戦いの原略2年3月24日の上で二位には封建を持ってアゼチのツ根は剪定を抱き立てまつって共に海底に没する。とあり、平家物語にも同様の記述がある。また戦いの後の原略2年4月11日の上に、戦いでの兵士方の戦死者、捕虜の報告に続いて内視書と真事はござすが、封建は紛失。 グトリコをもってして探し立てまつる。と記されており、一般的には三種の神器の内天村雲剣は、壇の裏の戦いで一度失われていると考えられている。小説やテレビドラマなどでもこのように描かれており、2005年の大河ドラマ、吉常ではニーニが、安徳天皇と天村雲剣を抱いて、海に没し,して、剣が海底に失われる描写がされている。一方、 この時失われた天村雲剣は宮中の儀式に使われる模造品であり、本物は厚田神宮に保管されており、失われていないという説もある。日本テレビの1991年の年末時代劇スペシャルの源義経においては、この説が採用されている。岸沼和則は著書源義経の合戦と戦略その伝説と実像で、 この合戦について以下の説を述べている。文字元年2月、八島の戦いに勝利した吉常は、1ヶ月かけて軍備を整えつつ、河野通信や船所正都市などの水軍勢力を味方に引き入れる工作も進め、徐々に瀬戸内の政界権を握っていった。一方で、平家の残る拠点は彦島のみであり、兵糧や兵器の補充も、 ままならない状況であった。また、関門海峡を越えて、文後へと渡った、源の乗り寄り軍によって、九州への退路も塞がれていた。正午ごろ、戦いが始まった。両軍とも、できるだけ潮流に左右されずに操船できる、時間帯を選んだのであろう。序盤の平家法は、鎌倉方が静まり返るほど激しく、矢を追いかけて、五角以上に戦っていたが、 いつくすと逆に水上からは、吉常軍に、陸上からは、乗り寄り軍にかけられるままとなり、まずは防御装備の貧弱な水種、舵取りたちから犠牲となっていった。この結果、平家方の船は、身動きが取れなくなり、平家方振りと見た諸将の間では、鎌倉方への投降をないし、寝返りが相次いだ。敗戦を覚悟した平家一門は、老若男女を問わず、 また保護していた天皇や皇族ともども次々に海へと身を投げていった。これは、のりより軍の九州制圧、吉経軍の四国制圧、鎌倉方による瀬戸内海の聖海圏ラッという水陸両面に渡る行為、包位孤立化の完成に伴う悲劇的にして必然的な結末であった。ありがとうございます。